こんにちは。インド着いて空港泊で一泊して、インド2日目ですね。インド2日目ですね、はい。それで今日のプランとしては、街に出て SIM カードを買って、ホテルを取って、ニューデリーの街らをちょっと観光して、で一泊した後にまた別の場所行こうかっていう話をしてたんですけど、まあ、なかなか怒涛の日々がありまして。もう怒涛の4時間ぐらいだった、インド嫌いになりました。早くマジで嫌い、バカ疲れたね、もうね。この4時間で普通にさ、あのパパって移動するだけだと思ってたからさ、動画回してなかったんだけど、ちょっと何があったか説明する。しちゃうか、4時間ぐらい、まず空港から出まして、はい、順調トレイン乗りました。はい、地下鉄で市内の方行こうと、シティの方にね、電車で向かうんだけど、ここまではまあ順調。はい、で着きまして、でそこから SIM カードを探しに行こうと思って、デパートっぽいのが見えたから、そこまで歩いていこうと思ったんだよ。そしたらなんか駅の通路で捕らえて、ここは通れねえよみたいな。そうで、俺ら SIM カードを買いたいんだ言ったら、あ、SIM カードなら任せてくれと、ここじゃなくてあのシティのとこに連れてって案内するよみたいな感じで言われて、そのトゥクトゥクっていうかタクシーっていうか、イキシャン、イキシャンっていうやつで、ここ紹介されたんだよね。で1人10ルピー安いね。そうで連れてってもらったんだけど、なんか案内所みたいなとこに連れてかれたんだよ。インフォメーションに連れてかれたの。俺らはシムを買いたいんだって言ったら、シムカードの売る人を呼んでくれたんだよね、インフォメーションの人。まあそこでおかしいってなったんだよ。うん、で一回落とされたんだよ、こいつ詐欺師じゃねって話してたら、バーンってやられて、めっちゃ腕の太いこんぐらいの人が出てきて、だから来てね、じゃあこれ嘘ついてねとか日本語で話してたら、俺らは嘘つきじゃないからみたいな、嘘つきだと思ってんのみたいな、めっちゃキレてきて、インド人は嘘つかないみたいな、違うって、あのなんで来るのみたいな話をなんか口論になってたんだ。なんか聞いた話によると、ちょうど今デリーでデモがあってお店が閉まってるんだって、だからお店行っても買えないよみたいな、だから呼んであげてよみたいな話だったんだけど、まあ、絶対嘘で、今思えばね。でもそのまま残ってて、で SIM カードの人が来たんだけど、まあ、値段を教えてくれないわけよ、ちゃんとね。どういうプランなのか分かんないけど、話し合ってて腑に落ちる金額になったんだよね。1000になったついたんだよ、1000ルピー、まあ、それで、まあ、1000ルピーで買うってなったんだけど、契約した後に結局250ルピーのタックスっていうか手数料を請求されて、もうやっちゃったからしょうがないって払うわけじゃん。結局1250払ってシムゲットして出て、でそっから、まあ、タクシーだのか、あれはタクシーだね、なんかタクシーのおっちゃんがいて、もうその時に俺はもうニューデリー出ようと思ったね、嫌で。それでも別の街に行こうと思ったから、チケットを買いたいから電車の駅に連れてってくれって言ったけど、でその道中でさ、そのタクシーのおっちゃんから、さっきのお店、お前らよく出てこれたなって言われたんだよ。どうしてみたいなの聞いたら、さっきのやつらマフィアだぞ。さっきのやつらマフィアだぞ。いや、あの普通に銃とかナイフとか使う練習で、お前らよく生きてこれたなみたいなって言われたんだよ。マジかってなって、いやーすごかったね、雰囲気は、ね。いや、なんか入った時に明らかになんか暗いんだよ。なんかあのなんか事務所感がすごかったんだよね。そう、よくあの YouTube で見る、詐欺師の、あーこれそうだと思ったんだよね。今日なんかガバメントだっけ、その政府の機関だよってめっちゃ言うのよ。だから最初の力車も政府が運用している力車だから、ぼったくらえないよっていう話だった、それは安かったから、でそこの後連れてかれたとこも政府がやってるインフォメーションだよっていう話だったんだよね。あ、じゃあちゃんと政府の人なんだろうなと思ってたけどさ、やられたね、やられたね、あれは。いやでもマジで生きてこれてよかったわ、ね、下手したら捕まってね、そのまま出てこれないって可能性は全然あったからね。いやーよかった、シムが欲しいだけだったからね、まあ多分シムカードでちゃんとお金払って買ったから多分出てこれた。これで多分シムが高いとか言って買わないって出ていこうとしたら、多分そのままトレイを捕まってたんじゃない。一回出てみればよかったね、すげえな。そんで、まあ、タクシーのおっちゃんに連れられて、その、あ、駅に向かってくれって言ったんだけど、またインフォメーション連れてかれて、もう俺らインフォメーション恐怖症だからさ、今。いや、もう絶対あれ、詐欺。インフォメーションは詐欺だから。だからもう絶対行かないって言って、
いいからニューデリーに連れてけみたいなさ、結構強く言ってたんだよ。でニューデリー駅に連れてってもらって、記事見たらさ、外国人専用窓口みたいなとこで買わなきゃいけないんだ、チケット。でそこまで行ったんだよね。そしたら空いてねえの。何言ってなって、駅の2階ある記事なんだけど空いてないのよ、閉まってんの。はってなってたところにまたインド人が来て、また来てね。で別のとこでみたいな話をして、あっちだからちょっと案内するよみたいな、乗っていくかみたいな。もう乗らない、歩いていく、絶対詐欺だから。で歩いてってネットで調べて行ったんだけど、あ、見当たんなかったっていう。そしたらなんか迷ったわけよね。そしたらまたインド人が走ってきて、で力車乗れって。また そいつはもう力車乗って5分で行けるからみたいな、騙してきたんだよね。で結構そこをたまたま通りかかってたなんか若いお兄さんに話しかけたら、もうすぐここだよって教えてくれて、そうそう、でようやく今到着して、しかも最初の駅にいたやつらと多分旅行会社もグル SIM 買ったところも半端ないよね、全部繋がってる、半端ねえ。まあ、簡単に言うと、まず第一に駅で嘘つかれた、その後力車に乗せられて、力車のおっちゃんにも嘘つかれた、うん、その後インフォメーション連れて帰って、インフォメーションのおっちゃんにも嘘つかれた、バカ高い SIM 買わされた、買わされた。この4人がまずグルですね、はい。で出ます、でおじちゃんに乗ります、新しいね、うん、また新しい詐欺師がいるのよ。でおじちゃんに乗っかって連れられてインフォメーション行きました、はい。そしたらインフォメーション先で日本語ペラペラの人がいました、うん、でそいつらもまたグルでした、はい。でまあニューデリー連れてけと、うん、でニューデリー来ました。でまたあの探して空いてませんでした、うん、そこからまた現れます、こいつも詐欺師です、はい、6人目、はい、6人目今で、ニューデリー駅から歩いてって近くの購入する場所が変わったって言ったら、そっちに歩いてったら、歩いてる途中に話しかけられて7人目、2人話しかけるんですよ。 あ8人で最後に、そうもう2人話しかけられて8人、だから来るまで8人の詐欺師と戦ってきた、ね、ただ俺らはチケットを買いたいだけなのに。そうもうインドやってらんねえ、マジで疲れる。駅のね、鉄橋渡るところからはね、あそこチケットがないと通れませんって言われるから無視して、マジで。ああまあとりあえずチケット買っていきます。やべ、30人ぐらい待ってるわ。トランプスチャンネル登録お願いします、お願いします、お願いします。